磯部氏は、日本の氏族。宇田源氏流、佐々木森綱を外する佐々木等であり、火事氏の初流。森綱が、上野国薄水郡磯部に住んだことが、県任元年5月14日の、東鏡の城に見える。尊卑文脈は、宇田源氏・佐々木氏の別れ、火事真実の子、秀忠を磯部とする。通鴨の城に、磯部氏 事家村、先祖、磯部左近秀美、佐々木森綱七世の孫にして、県武年中上の国磯部よりこれに来たりて、里者の奉仕となる。また、この詩人ならむと思われる磯部氏が、こと、太平期間の二十七に見ゆ。曰く。係氏あとはいよいよ、諸なを権威をもく、生て、三上殿方の人々は、面を、手入れ、眉を潜む。中にも右。 ひょうえさじき冬は、中国の短大にて、ビンゴのともにおわしけるを、もろなお金国の児童、ご家人にあいぶれて打ち立てまつれと申し使いはしたり、ければ、同9月13日、杉原またしろを200余気にて、おしやどり来たり、にわかのことなれば防ぐべき兵も少なくて、ただ冬はそんすでに忠誠られたマイヌベカリー氏を、磯辺左近証言が、若藤さんざんに防ぎけるが、いずれも、 屈強の手だれにて志すやつぼを言えず、いけるやに、十六期にておいて、十三期馬より逆さまにいて、落としたり、とある。この芸藩通史にある磯部家は、現在も続いており、磯部の字を磯部としているので、ここではそれに従った。また、この磯部家では、文家を出すと必ずその文家は、滅ぶと言い伝えており、京氏以外の兄弟は竹へ養子へ出されてきた権威があり、 秋国近郊には文家は存在しない。ただし、例外として、下記の江戸幕臣磯部家のように、遠方への道家支流は存在するようである。経図、佐々木森綱、家事真実、実習、磯部秀忠次宗、信重倉田吉綱、秀綱、慶州、影光、秀美、修順、慶純重教刑順繁徳、 秋国磯部家の子孫が完成中修書家府に見える。経図整理。成功。森安。森安氏。成中森純、森淳。森田つ。森重森方青春。家事真実の六尾、佐右衛門の常期は、大見国工学に石部を賜り、石部と名乗らず磯部を名乗った。現在は、石部と発音するが、磯部とも発音したためである。 ケイズカ自身実、時元、元氏次郎次郎五郎、次郎、ありがとうございます。